ロゼのワインを買いました。大人、まあ、やっぱ山梨なんで大人、せっかくなんでワインをね飲みましょう。今は出陣する人たちがパフォーマンスコンテストをやるので、そこの会場に来ています。今このカメラの後ろでこんな感じで、まあいろいろな団体の人たちがパフォーマンスをしている感じです。でこうぐるっと見ますと、出陣する人たちだったり、まあ、それを応援に見に来てる人たちがいっぱいいます。いや隠れないでしょいやマッチョに桜にビール、平和ですね。一番似合う平和ですね。平和やって間違えた。馴染んでる完全に輪に入ってる。白は多いわ。資源庫祭りちょっと初心者でシステムが全然分かんない。資源庫祭りちょっと初心者で資源庫祭りちょっと初心者で。ジュンさんは、はいはい、新元号祭りって来たことあります？子供の時によく来たような、ね、友達と。あ、友達と友達と来てるの、うん、すごいな。チャリ乗ってきてましたね。僕があれになります。あの馬になります。馬？馬？武田信玄は無理だと思うから。なので、いやでも行きますよ、ジュンさんなら。筋肉で。筋肉信玄みたいな。筋肉信玄。信玄の筋肉枠みたいな。あ、別の部隊がいた。あ、じゃあちょっと別の部隊に混ざりましょう。ワクションで。あなたは誰ですか？今日はジュエリー大臣という役目で来ております、はい、この山梨の宝石文化を広めていこうということで。大使です。お名前は何と言うんですか？白須恵子と言います。恵子さんですか、はい、ジュエリー大使頑張ってください。ありがとうございます。あ、山梨楽しんでください。ジュエリー大使です。恋姫行列。へえ、これが恋姫か。あ、そこにいますよ。泣いてるやん泣いてるやん。恋姫が綺麗すぎて多分泣いてる。そういうことですか。泣いてるということで、恋姫が綺麗すぎて多分泣いてるんであろうと。その後ろにいますよ、恋姫が。こちらがあれなんですけど。あ、そうです。これこの方々が今年の恋姫でございます。あ、なんかね、さながら大河ドラマを見ているような雰囲気に醸し出されますわな。そうです。はい、ということで、まあ、純さんと一緒にちょっと一杯やろうということで、南口にあります下屋さんっていうね、居酒屋さんに来たんですけれども、まあ、下屋さん普段は1階をメインにやってるんですけれども、なんと2階のテラス席に上がらせていただいたということで、なんと2階のテラス席、ちょっと来てください、純さん。見てくださいよ、もうね、平和通りが見渡せるということで、何分後か分かんないですけど、ここをその武田信玄公、まあ、今年は山下真司さん、まあ、スクール坊主の、まあ、悔しいかと、あの人ですね、悔しいですということで、信玄公の行進を見たいかということで、見たいですということで、もうここのテラスでしっかり行進を見たいということなので、しっかり。もうまあ始まるまで待ちたいと思います。
お花になって、ちょうど可愛いです。行きましょう。奥山真司さんです。一番アイセンス、よしよし、これで行きましょう。いざ、オーケー。何が行きましょうかがマジわかんないですけど、とりあえず行きましょう。行きましょう。トラップがあるからね、トラップが。みんな、みんな。お前がカンスケか。こっち向いてー。しおろくー、しおろくー、こっち向いてパパ。今新人役の山下真司さんが、まあ、馬に乗ってね交渉してるんですけど、人の数がやばい。見えますか？半端ねえっす。鏡の中をマリオネットじゃないですか。あ、歌ってる歌ってる、逃げた歌ってるね。しょうがないしょうがない、逃げた逃げた。お疲れ様。いやお疲れ様ね。目の近くは触ったらあかん。はい、ということで、今回は、コラボの動画ということで、細マッチョ TV のじゅんさんと一緒に信玄公祭りを巡ってきましたが、はい、なかなかね、あの山梨のイベントとしてはかなり大きいイベントだったので、僕もあの久しぶりに来たんですね。大人になって久しぶりに来て、やっぱでも大人も楽しみますよね、こういうイベントがあるとね。そうですね、なんだろう、改めて来てみるとなんかより楽しさを、なんか別の楽しみ方ができるっていうような感じは受けたので、信玄公祭りっていうのは毎年やってるので、この動画を見てですね、また信玄公祭りにぜひ県外の皆さん遊びに来てほしいと思います。ではまたですね、信玄公役をやった山下真司さんもしっかり見ることができたんで、いやスクールウォーズのですね。いやもう本当に、まあこれはね、イソップーだね。イソップーじゃあエンディングこっち行ってください。俺が追いかけますんで。何ですか？ラグビーと言われてる。何ですか？追いかけるでしょ。ない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 。
ということで、今回の動画はこれで以上になります。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとですね、Twitter、Instagram もやっておりますので、動画の概要欄からチェックとフォローをよろしくお願いします。ということで以上、浅井丸でした。さよなら。入ってるし謎の人入ってるし